やべえ。目に入った時は医者に相談してください。コーロソ。どうも、これガチかもしれない。ワニー、レックスのレックスを鬼います。こっちはパーク立ち入り禁止なんだよ。そうがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、国分太郎とコウスケです。こんにちは。今回はですね、はい、イギリス最強の預言者ルイーズ・ジョーンズご紹介していきます。いいよ。またですか。出てきちゃいました、ルイーズ。どんな預言をしてるんですか。まあそこからじゃあまずご紹介していきますね。はい、ご覧ください。どうぞ。イギリスの霊能力者でして、今までいろんなやってきましたよね。占星術だったり占いだったり。このルイーズは水晶です。なるほど、シンプル水晶だね。そう、占い師あるあるというか、水晶玉の中に見えるビジョンを元にして予言をしていると。なるほど。で、的中率が高いんですね。うん、何パーセントかわからないんですけど、まあ非常に高い数値で当ててきている。ちょっと評判の人なんですよ、うん、じゃあルイーズ今回ガチの可能性が非常に高いっていう。ちょっと今までで一番ガチっぽいというか可能性は高いです。なるほど、はい、彼女ルイーズ結構なんか日本に興味があるっぽい人で、はい、日本の予言いっぱいしてるんですよ。じゃあ今まで何をやってたかっていうと、はい、菅総理の辞任的中させてたりとか、まあ、あとはあるあるなんですけども、うん、東日本大震災を予言して的中させてるとか、そういう人なんですね。で、日本の6月を予言してまして、はい、これ当たってたんだけど、6月に大きな地震が来るって言ってたのね、はいはい、で、能登半島でありましたよね。あったね。うん、震度5なんかニュースになってたもん、はい、津波の心配は大丈夫みたいな感じ。5か6か予言してて、で、的中してるんですよ、うんうん、この人だから日本の占い界隈というか予言界隈の中でちょっと評判が出てきまして、はいはいはい、もしかしたらこの人本物なんじゃねっていう。なるほど。そう、日本のこといっぱい当ててるし、この人の言うこともしかしたらガチかもしれないっていう風にちょっと噂が立ってるんですね。なるほどね、はい、で、まあ、こっからなんですけど、はい、彼女ルイーズ・ジョーンズ一つ恐ろしい予言をしてるんですよ。それがですね、はい、クレイジーな大地震が来ると。それ日本にってことですか。もちろんです。マジかよ、ルイーズが言ったんだ。そうで、ちょっとね、直近の6月の大地震を当ててる預言者多分彼女だけなんですよね。これ今回やばいな。今までいっぱい預言者紹介してきたでしょ、うん、6月に日本で地震が起きるって言ってるのは彼女だけなのよ。すげえやつが現れたな。そうで、そんなルイーズが2022年日本に巨大地震が来るって言ってる。ちょっとこれ南海トラフってことはありえるんだよ。詳しい内容までちょっと言ってまして、まあ、とんでもない地震がいくつか起きるって言ってるのね。まず、はいはい、彼女最初に見た通り水晶を見るんだけど、まず海が見える、はい、そして太平洋も見えるし大西洋も見える。地震の規模も言ってまして、うん、なんと 6.8 から7ポイントっていう風に表現してんの。はこれって果たしてマグニチュードのことなのか震度のことなのか。なるほど。もしだから水晶玉で見えてるビジョンっていうのが例えばテレビ中継とかだった場合って震度じゃん。日本の地図でさ、はいはいはい、6、5みたいなのが 6.8 から7のやつっていうことはとてつもないでかいやつ。でかいじゃねっていう。かなりでかい、うん、っていうの言ってるんですよ。それが2022年。そう、今年で。しかもですね、はい、海が見えるって言いましたよね。能登半島はこの間のやつは津波来てないの。来てなかったんだ、うん、だから海は見えないはずだと。ってことはまだこれから津波が来るレベルの巨大地震が発生してもおかしくないのではないかっていうのがこの彼女のルイーズの予言なんですね。めちゃくちゃ怖いな、うん、しかもね、日本をピンポイントで当てているルイーズの予言だからね、うん、彼女はこんな風に言ってます。日本に巨大地震が来るように感じています。日本の皆さん気をつけてください。でも本当に名指しだよね。うわーやだね、うん、ピンポイントですよ。でですね、うん、まあ、本当にそのでっかい地震来るんじゃないのかって思うのが、能登半島が揺れて以降、はい、ちょっと日本全国で地震が急増してるんですよね。うん、まあそのなんかもうもはや能登半島も多分そうだけど、うん、そもそもなんか今年めちゃくちゃ多いよね。本当にそうだね、うん、でちょっと6月になってからペースが上がってきたと。さらに、うん、マグニチュード5以上5前後のやつがでかいやつがね、うん、能登半島のあと6月でだよ、はい、しかも後半で宮城徳島北海道で起きてるの。あ、大きいね。これはちょっとペース早すぎると。なんかまあそもそも日本だから多いのはあれだけど、うん、なんかまたかって思うよね。ね、これがだから、まあ、ルイーズの予言は一旦置いといても地震がまあ多いっていうのはもう目に見えて分かっていると。ね、もう下半期どうなるかって
本当にね、激動の2022年が、うん、来ないといいんだけどね。そうだね、うん、はい、ということで以上、イギリス最強の予言者ルイーズ・ジョーンズでした。地震がね今多くなってきてますから、うん、ルイーズの予言が当たらないっていうのが一番嬉しいんですけどね。まあでもこのルイーズ、うん、本当に当たっている予言者なのか、国分との見解をお聞かせいただきたいと思います。まあちょっともしかしたら過去最高というか、まあ、日本の予言っていう意味ではおそらく過去最強予言者だと思うんですけど、はい、これはですね、嘘です。てめえ何の時間だよ。てか意外にしろよこの。おい、なんだよ、俺でも言えるわ。俺だって言えるよ。こんなに日本に地震来てんだったら、それはね、言ったもん勝ちなんだよ。おっきい地震来るよって。俺も言うわ、おっきい地震来るよ。いつですか。ちょっと今年みたいなもんじゃん。でもあいつら外れたら、まあ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 よかったとか言うのよ私の予言が当たらないのが一番いいんですとか言うのよ。本当にいい加減にしろよ。人を煽って金稼いで嫌な人間だな。羨ましい。以上、極太ダイナマイトでした。最後ちょっと本音が出てたありがとうございました。極太のマーケットシェンスコナーよー、ニュースです。はい、ホストクラブで遊ぶため市の職員が風俗勤務30日で50万円稼ぐ。これなんか結構多いね。だからさ、まあこれ何がダメかっていうとさ、うん、公務員だからってことでしょ。そう、だからさ、世の中の女性黙ってるだけでめっちゃ夜職やってるってことだよな、やっぱ。ああだろうね、いっぱいいるだろうね。興奮するな。なんでやねん、すごい興奮する。何が、僕らの知ってるあの子やこの子も、うん、夜職の勤務してるかもしれません。可能性はだからあるよね。普通にすぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、言わねえだろ別に。知り合いに言うやついないでしょ。教えてほしい。せっかくみんなに黙ってやってんのに言うやついないでしょ。違いねえな。でもね、30日で50万か。もう本職じゃんね。本職だよね。定職3ヶ月だからさ、うん、3ヶ月で150万稼げますから。定職中。胃がん退職したんでしょ。え、やめたの。本当だ。だって働けないでしょそんな。そっか、もうバレちゃう。周りにあいつ風俗嬢だってバレてんだろ。恥ずかしいでしょ。こういうなんかね、ホストって本当に人を幸せにするんですかね。まあ、やってることをホストみたいなことあるけど俺たちもどこがやねん。スーパーチャットとかってそういうことだと、まあ、それがメインだったらそうかもしれないけど、だから俺らも副業でとかね、全く一緒ですよ。やっと全く一緒なの。うん、そっか、ホストって素晴らしいお仕事ですねまあ僕たちは夜食を応援しています。はい、以上、国分とダイナマイトでした。ありがとうございました。